今日は貸し切りで、イエーイ。今日はね、講談社さんありがとうございます。お招きいただき、並んでるのも雨だからね、全然いなかったし。確かに本当、あと何やるかでね、何時に何やるか。いや本当だね、でも雨止んでよかったね。ね、雨止んでくれたのは本当によかった、うん、あと風か。これだけでもね、ショーをやるかどうか変わってくるからね。変わってくるね。この嵐の中のジャンボリミッキーはどこまで盛り上がるのか。そう、床吹けてやれる準備整ったらできるってこと。あ、確かにそうだよ、ね、じゃあ行ってみよう。初リニューアル。あれ、ゆうきくんは1回乗った。1回見て。15日来たから。いいね。めっちゃ楽しみ。楽しみ。リニューアル後とか。15日はね、満席だった。あ、本当。初回か2回目ぐらいだから、そんな、すげえ早めに来たかった。ああ、そうなんだ。めっちゃ楽しみ。ね。お。あったあった。それじゃあ、ドアを開けるよ。それ。さあ行こう。行こう。いただきまーす。いただきます。見て、レモンが2つも入ってる。本当だ。レモン2つ入ってる。普通なんか、いつも1個とかそういうなんか削減してるイメージがあるんだけどさ。あベイマックス、あ、え、こうなってんだ。え、かわいい。うんね、かわいいね。え、ゆきくんも同じベイマックス。いいね。裏が、なんかすごい日本っぽい。本当だ、ベイマックス。確かにこんなんなんだ。ポテトいる？いや大丈夫、うん、ありがとう。あとね、いただきます。寒いのでホットコーヒーにしました。いただきます。うん、うまっ。うん、やばい、超トロトロ、やばい。あ、え、あ、半熟卵。いや、これ半熟卵かと思ったけど、ちゃんと焼いてあるんだよ。え、じゃなくてチーズじゃなかったんだ。え、チーズじゃなかった。しかもトマトも入ってる。うん、え、うまっこれ。めっちゃうまい。ハンバーグも美味しいね。うん、なんかバンズは普通で、やってるかも。ヒルファーがめちゃめちゃ良かった。良かったね。うん、サンループぐらいしたいと思う。今日は余裕だよ、サンループだろうが。いや全然余裕だよね。むしろ心配するのは真ん中がいけるかどうかだよね。うん、確かに。いや、1列目で見たからさ、今度は後ろで見たいとかいろいろあるじゃん。あ、あるね。てかさ、ドナルドが左後ろに行くからさ、うん、できれば右側に座りたいよね。うん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 。いやー、めっちゃ雨降ってきたね。やばい、メガネの曇り具合がひどいんだけど。
これなんかお店入ったらもう多分遠歩とか入ったらやばいんじゃない。いやほんまやで、一気に明るくなって、だって女の子やだめっちゃ髪の毛がすごいねめっちゃ濡れてしまうな。アニメみたいな髪型になってるやばい。嫌だとは言えねえな。ちょっとやで、久しぶりやろな。これやっぱり急降下とか急上昇とかあるんですか。あ、そんなの。このアトラクションは急降下、急降下、急上昇、急降下、はい、ある。急旋回もありますか。急旋回もありますね。マジですか。大丈夫かな。いやパンプキンチロス出てこないかな。あ、そっち、うん、俺的にはね、あの荷物が溜めかないか心配なんだけど。それもあるかもしれない。うん、64かなんか。この暖炉いいよね。うん、これってさ、野獣の椅子？お、サルタン動いてる。サルタン動いてる。かわいい。サルタン動いてるよ。めっちゃ怖い。喋るの怖い。え？俺はマッサージをしてもらう。マッサージ？どういうこと？頭痛い。なんかさ、ああマスクつけすぎてるとさ、ああ耳痛くなる。なる。めっちゃ痛いよね。これだけが本当に慣れない。おお、それわかる。王子様は謝ろうとしましたが手遅れでした。魔女を罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。あなた誰なの。この城の主人だ。顔を見せて。すごいね。野獣すごい。私たちも待ち望んでいた女の子かもしれないんですもの。どういうことなの、ママ。お城にかかった呪いを解いてくれるかもしれないの。でもそのためにはあの子がご主人様を愛さなければならないのよ。じゃあ今のままじゃ無理だね。今のままって。チップ結構毒舌や。自分のさ上司といい親方とかってさ、うん、変わんなきゃダメって言うぐらいだよ。確かに。でもなんだかんだいろいろ楽しんでる。そうだね。もうさ選択肢が減ってるからね。そうだね。選択肢が立たったのか迷うからさ、うん、ショーが中心見れないとかさ。そうだね。歩くのがめんどくさいとかさ。結局さなんか分かりきってるこの右半分しか行ってないよな。確かに今日左半分行ってないね。チョロス買ったぐらいだもんね。チョロス買ったぐらいだもん。仕事に集中して頭の中をクリアにしよう。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。初めてのシーンばっかだった。これ楽しめたんじゃない。いや映画見るしかないよ。映画なぁ。まずは映画見てからだよ、ね、え、旧作品ある。旧作品そんなあるの。一番最初のシーン56、うん、で123で789。はい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 。で各2時間でしょ。うん。でまあ多分焦るとこから言ったけど、うん、最初に出たっていうのは1、うん、はいはいはい。最後はね分かんないっていうか多分普通に出てくるシーンだからさ。だってさでも単純計算20時間かかるってこと。あ、そうそうそう。どうも。いやな、そんなかかるのか。だってマーベルだって似たもんじゃん。そうだよ。アベンジャーズシリーズのさ、うん、確かにな。だけど
アベンジャーズも楽だよ。だって同じ映画だけだもん。あ、確かに。同じ。あ、そうそうそう。同じテーマだ。テーマっていうか。そうそう、うん、同じ作品がね、9個あるだけだからさ。うん、そうね。あの、アイアンマン見た後にハルク見たり、スパイダーマン見たりじゃないからさ。確かに。それを考えれば、まあ、うん、見やすいのか。男は黙って会えたかった。お。ゆきさん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。生茶です。会えたか。会えたか。会えたか。確かに。確かに思いますか。扉いいし。そうだね。エレベーターで密室で壁飲んでもいいよ。いや、それは遠慮しとくわ。いや、一部の人だからちょっと盛り上がるんじゃない。いや、ないだろ。いや、また、小さなお子様をお連れの方は、ただ、はい、ということで、はい、このダンサープライベートイブニングパーティー、イブニングパーティーでちょうどよかったですね。そうですね、本当にお招きいただきありがとうございます。いえいえいえ、このダンサーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にめっちゃ楽しかったね。で、まあ、3時間しかないのが早すぎだからね。そうだね、本当あっという間だったね。7時半から10時半までね。3時間か。3時間。まあでも入ったの7時45分とかそこら辺、うんうんうん、でちょうど最後のアトラクション終わったのが31分32分だもんね。ああ、それラストね。そう、ちょうど同じぐらい、ちょうど2人ぐらいで出ました。よかった。はい、めっちゃ楽しかった、ね、普段乗らないアトラクション乗ったからね。確かになぁ。バズライトイヤーとか何年ぶりに乗ったんだろう。モーサーでバズを一緒に乗ったことが多分ね、戻りください。そうだね、5、6年とかは取りだと思うんですよ多分。確かに、どっちも5分10分待ちだったよ。いや、5分待ちだったね。5分待ちか。美女と野獣とベイマックスは多分新しいからセットに乗ろうってあるかもしれないね。そうだね。けど子供とかでね、多分ベイマックスかベイマックスじゃない、バズライトイヤーとあのモンスターズインクと一緒に乗ろう。うん、そうだね。ということで、じゃあ、はい、帰りましょうか。はい、はい。いや、楽しかったですね。楽しかった。また春の日にもしたいですね。そうだね、確かに。うん、ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ゆきくん、ありがとう。はい、またね、バイバイ。